とかわいそうは見られない、やだ。なお、ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。今日はかわいい髪型したでしょ。では今日はね、ジーブリのホタルの墓を見たいと思います。この動画は、この動画っていうかこのアニメはね、イタリアにも放送されたらしいんですよ。で、めちゃめちゃ悲しいとお話を聞いてたんですけど、私はね、このアニメはなんか昔友達の、まだ留学生時代の時は友達いっぱいの外国人の友達と一緒に見たの曲がある気がしてたけど、なんか辛すぎて一回抜けたんですね、私。だから今回はちゃんと見て、でイタリア語で見てどんなリアクションがするかどうか自分も全くわからないし、ものすごく泣いてしまっちゃうかもしれないし、でちょっと一緒に見たいなと思います。一緒にね、アニメを見るのも楽しいし、ちょうど今いい時期だからアニメいっぱいを見るのは。え、いなくなったということはまだ、え、あ、無理だ、お母さん、やばい、お母さん、やばい。なるほどね。ご飯があげないんだな。うるさいね。うるせえな、ほんと。うるさいな、このおばちゃん。さようならしか言ってなかったんですね。本当嫌がるな。何が起きてる気がする。あれ？あらららららら。あ、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 アラームが、アラームが出た。いや、怖い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 。なるほどね。やっぱり二人で生きるのは難しすぎたよね。でもやっぱり早まりたくない。やっぱり医者さんに行かないと。早まりに行か、早まりに行ってよ。みんなでもさ、全然優しくないね。なんかでも日本人優しいってよく言うんだけど、これは英語を見るとんってな感じになっちゃう。大変な時期だったからかな。でもあんまりシェアしないかな。でもこのまま生きられないじゃん。いや、なんで謝りに行かないんだ。まあまあ謝ることがないわ、確かにはそうだけど。プライドだね、男のプライド。あれ、どこに行っちゃったの？あれ、お姉ちゃんが どこに行っちゃったの？ああ、ああ、かわいそう、どうしたの？え、寝てる、寝てるよね、寝てる、え、寝てる。ちょっと医者さん本当持ってきに行かないとね。え、怖い怖い怖い。生きてる。あ、でももう、あ、死にそうだよ。だって謝りに行きな。なんでこんなに頭固いな。本当かわいそうすぎる。なんで。頭がいい、頭もダウンになってる。
いやーなんか本当悲しい。すごい悲しいけど、なんだ不思議、多分外国人が多分わからないところがあると思うんですね。これはやっぱり文化の違いっていうか、絶対多分外国人だったら助けてくださいとかすぐ言うと思うんですね。で謝りに行くかもしれないし、なんかずっとどこかに隠してずっとあのままの生活するのは多分そんなに理解ができてないですね。多分私だけじゃなくて他の人も多分同じだと思うけど、やっぱり悲しいんだな。なんかジーブリと考えられないぐらいすごい映画だなと思う。で多分こっちの方がその日本人の気持ちの戦争の気持ちがもうちょっとわかるんじゃないかなと思う。やっぱりみんな全然ちょっとバラバラなので、例えば私イタリアはよくドイツとか、ドイツ何があったのヒットラーとかのこととかもすごい勉強してたんだけど、やっぱり日本だけがすごいずれてるんですね。あーなるほどね、なるほど。でももっと一番最初の方が泣きそうだった。すごい、まあちょっとボロボロの涙出してたんだけど、その後はずっと兄ちゃんと怒ってたんですよね自分は。なんだろう、なるほどね。でもなんかこれ見ると正直まあこれはちょっととんでもないことだなって、すごいなんかちょっとリフレッシュっていうか、そうだね、なんかうん、なんかそんなに辛くないなって思って、もうちょっとちっちゃいいいことのちっちゃいのことを、なんかポジティブのことを考えた方がいいんじゃないかなって思いました。